こんにちは、柴田です。今回はですね、僕の大好きなフェルナンデスに関してなんですけれども、以前ね、別のチャンネルの方でヒデさんのモデルが受注停止になっていると、でホームページを追っかけていくとですね、滝川一郎さんモデルも今井久志さんモデルもですね、受注停止になってるんですよ。これはね、フェルナンデス大事件じゃないかと。でなぜこんな風になっちゃってるのかっていうのをですね、僕が予想した動画を出してはいるんですけれども、そこにですね、たくさんの方からコメントいただきまして、さらにですね、深く見えてきました。なのでそこをね、まとめたものを皆さんにご紹介したいなと思います。僕はですね、以前フェルナンデスと製造工場のなんか契約的な問題でこれが作れなくなった、もしくは単価が合わなくなった、まあ、そういうふうな感じで話をさせていただいたんですけれども、フェルナンデスに直接電話した時は人気がありすぎて生産が追いつかないという話だったんですが、皆さんからのコメントをこうまとめていくとですね、ウッドショックで木材不足が起こっていると、そしてコロナで物流が滞って木材が入ってきていない現象も起きていると、まあ、これは輸入とか輸出の問題ですね、まあ、この2つがね、結構軸になっていることだと思うんですけれども、この他にも考えられるのが工場のね、稼働率が下がっている、まあ、これはですね、先ほどの木材が入ってこないとなると製造できないイコール工場の稼働率が下がると。でも工場は働いている方々もいるので、給料を支払っていかなきゃいけないですよね。でも作る本数が減ってくると必然的に単価を上げなきゃいけないじゃないですか。例えば1本3万円で作れていたギターも作る本数が減ってくると4万円5万円と上げていかざるを得ないです。そんな現象が今起きちゃってるんじゃないかなっていうのが予想されますよね。ウッドショックでなかなか木が手に入らない、そして輸入輸出も滞っていて物流自体が回らなくなってきているとなると、製造工場に木が入ってこない、入ってきたとしても高い、高くなってくるとフェルナンデスもなかなか木材を仕入れることができなくなってくる。ただでさえ木が減っているのに高騰してさらに木材を仕入れれなくなってくる。で今まで月に100本作ってもらっていたギターの製造工場に10本しか作ってもらえなくなっていると。となると工場側は100本毎月作るっていう契約だったから3万円、例えば3万円でやるって言ってたのに、月10本しか製造できないのであれば3万円ではできないよと。そこでフェルナンデスが板挟みになって、木材は上がってきている、まあ、要は仕入れが上がっている、さらに製造工場の価格も上がっている。1本作るのに今まで5万円でできていたギターが例えば10万円かかるようになってしまったと。となると今までの値段では販売できなくなりますよね。作れば作るだけ赤字になってしまうとなると、メーカーもそこはストップせざるを得ないです。そうなると木材の価格が下がって、仕入れ値が下がって、ギター1本の製造の価格も今まで通りに戻さなければいけない。正直今の現状だと難しいと思います。木材はウッドショックで上がる一方、となると製造本数も増やせない、1本の製造単価が上がるとなると購入する僕たちがお金を支払わなければいけなくなるので、ギター自体が高くなってしまいます。実際にアーティストモデルっていうのはそのギターの製造プラスアーティストへの報酬も入っておりますので、割高になってますよね。それがさらに上がるとなると、購入できなくなる方も出てきます。今はね、この世情を見ながら待つしかないんですけれども、いつかはですね、またヒデモデル、今井久志モデル、滝川一郎モデルがですね、普通に買える日が来てほしいなと思ってます。フェルナンデス自体もですね、ギターを作って売らないとお金が回んなくなります。となると下手すれば倒産という風なことにもなりかねないので、どうにか頑張ってですね、ギターをたくさん製造して、また昔のフェルナンデスのように輝いてほしいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。